志半ばで自ら命を絶った若手の医師。弟は本当に寝る間も惜しんで病院のために働いたと思っています。その肩に重くのしかかっていたのは過酷な長時間労働だった。先月、医師の長時間労働にメスを入れる働き方改革が始まったのだが。もし、救急当直の斉藤です。多いことによって、患者様を奔走する若手医師、命を守る現場からは医師と患者双方の課題が見えてきた。日本全体の医療がやはり立ち行かなくなる可能性というものは考えておく必要がある。医師の働き方改革の現状と課題を撃墜した。おととし、高島慎吾さんは過酷な労働の末自ら命を絶った。26歳の選考医だった。働き方改革が始まりましたけれども、弟の死の前であったらなっていうのはどうしても家族として思ってしまうところではあります。労基署によると、高島さんは死の直前100日間連続で働き続けていた。直近1ヶ月の時間外労働は過労死ラインの月80時間を大幅に超える207時間50分に上っていた。遺族は今年2月、高島さんの死は病院が過重な長時間労働に対し措置を取らなかったのが原因だったとして、2億3000万円余りの損害賠償を求めて提訴した。しかし病院側は過重な業務は与えていないとした上で、業務と自殺の因果関係を否定。双方の主張は真っ向から対立し、裁判は今も続いている。自身も医師として働く高島さんの兄は、夜勤明けにフラフラになって患者さんに向き合う、もう休みもなくずっと働く、そのようなことが立派な医師であるっていうような考えはやはり捨て去っていくべき時代なのかなというふうに思いますし、弟のような目に若手医師たちが合わないためにどうしたらいいのか、この弟の死っていうものが大きな転機になってほしい。昭和23年に制定された医師法では、医師は診察治療の求めがあった場合には正当な事由がなければこれを拒んではならないとする応召義務が定められている。こうした法的責任を背景に、時間外労働という考え方自体がほとんど存在していなかった。5年前の厚生労働省の調査では、病院に常勤する医師のおよそ4割が過労死ラインの月80時間以上残業し、そのうち4人に1人は倍の160時間を超えて残業していた。日本の医療は医師たちの献身によって支えられてきた。先月から始まった時間外労働の上限規制では、患者の診察にあたる勤務医について原則として年間の残業を960時間、月平均で80時間以内にするよう定めた。神戸市立医療センター中央市民病院、断らない救急を掲げ、今年10年連続で救命救急センターが全国1位の評価を受けるなど、地域の医療を支えてきた。一方で過去5年間で2回労基署の是正勧告を受け、ブラック職場とも呼ばれていた。働き方改革でどう変わったのか。呼吸器内科に勤める斉藤翔一郎医師、27歳。早いですね。そうですね、血の科は定時が8時から4時45分までで、朝始まる前に担当している患者さんの採血の結果ですとか、夜間急なことがなかったかっていうのを確認して、
朝みんなで共有するっていうことがありますので。定時の1時間前に出勤、日中は担当する入院患者や外来患者の診察を行う。気管支鏡検査って、胃カメラとか大腸カメラの、肺のバージョンのやつがあってですね、それにいつも午前中はだいたいそれをしてるんですけど。医者になって4年目、徐々に仕事のペースをつかんできた。はい、お疲れ様でした。それで、日勤終わりということで、今から当直の勤務が始まります。この病院では各科の医師が毎日宿直勤務を担当、月に2回程度回ってくる。もし、救急当直の斉藤です。早い。この日、斉藤医師は内科の宿直医として、はいはい、翌朝まで救急からの呼び出しに対応する。食事は病院のコンビニで購入することが多い。いや、美味しいですね。やっぱ野菜は。もう食事大事ですね。もう、もう当直だけじゃなくて、もう人生も。物を行けたようにも。こんな時でも、もしなったらどうなるんですか？なったら、蓋を閉じて。蓋を閉じて、行くって、ね。本当にいつなるかわからないので、その点に関しては、ちょっとある程度の緊張感を持ちながら、リラックスすると。肉体的なこともそうですけど、やっぱり精神的な面でも結構最初はきつかったですね。斉藤医師は現在、専門的な知識やスキルの習得を目指して研修を受ける専攻医だ。この先、専門医になるため、患者対応の合間の時間を学会発表に向けて論文を読むなどの、いわゆる自己研鑽の時間に充てている。勉強して身につけた知識の量とか、多いことによって、患者様を。お疲れ様です。救急当直の斉藤です。はい、はい。ただ、ひとたび呼び出しがかかると、診察や入院手続きなど、一人につき1時間近く対応することが多いという。勤務開始から17時間を回り、ようやく仮眠に入った。そのわずか10分後。呼び出しが今ありましたので、救急外来の方に今から行ってきます。結局この日は呼び出しが合わせて5回、仮眠を取れたのは1時間程度だった。24に明石で行政ということでフリレビートで治療されたんですけど、そこからちょっと酸素があったなということ。もちろんその患者さんを断るようになってしまえば、もう全体量は減ってしまいますけど、病院がそういった理念を持って患者さんを受け入れているということで、助かっている患者さんも絶対一定数いらっしゃると思うので、こっちは維持した上でどうしていくのかっていうのが一番工夫が求められる部分だと思いますし、そこが本当の意味での働き方改革なんじゃないかなと思っています。午前9時、斉藤医師の1日が終わった。勤務開始から25時間余り。かつてはこのあと夕方までの勤務が当たり前だったが、今は宿直明けは午前で退勤するようになり、時間外労働は減った。実際、斉藤医師の先月の残業時間は80時間以内だった。医師の宿直については、病院が申請し、労基署から許可を得れば
労働時間とみなさない宿日直許可という制度がある。例えば午前9時から翌日の午後5時まで勤務した場合、合計32時間が労働時間にカウントされるが、宿日直許可を取っていれば労働時間は16時間となる。この制度は労働時間を抑えるための隠れ蓑とも指摘されている。働き方改革の開始に合わせて、おととし労基署が許可した件数は前の年のおよそ6倍に急増していた。現場は医療が進歩したゆえのジレンマを抱えているという。24時間365日対応を求められるその職業として、医療の内容が複雑になり、精度も高くなり、そしていろんなことをやらないといけない、限られた医師だけで対応ができないというのが現実です。この病院では宿直明けは午前中で退勤したり、一部の医師の業務を研修を受けた特定看護師が分担するなどし、医師の残業時間が増えないよう対策を取っている。しかし労基法に準拠して全く後ろ指が刺されない病院になったかといえば、私はまだまだそこには程遠い。一部の科については残業時間を規定内に抑えることが難しいと判断し、特例措置で一時的に上限を引き上げている。医師の数を増やせば過度な業務負担は解消できるのではないか。しかし教育の場を簡単に作ることは難しく、医師の数が大幅に増えることは見込めないのが現状だ。日本全体の医療がやはり立ち行かなくなる可能性というものは若干考えておく必要があるんじゃないかなと思いますね。国民の側にも少しもうちょっと医療の利用というものを考えていただく必要がある時期に差し掛かってきた感じはございます。先月厚労省の調査に、働き方改革の影響で医療体制の縮小が見込まれると答えたのは全国でおよそ 6%、 450を上回る医療施設だった。高齢化社会が加速していく中、今ある医療を維持するため、私たち一人一人も考えなくてはならない。ご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録もぜひお願いします。月曜から金曜の夕方は関西情報ネット10をよろしくお願いします。